はいどうもこんにちは、フーガです。今回はアンドロイドのボンバーマンをやっていきたいと思います。あーちょっとすみません、足がしびれてきたちょっとやっていきます。スタート。ちょっとあんまね、基本操作のチュートリアルはどうしようかな。まあ一応ちょっと一応見ておきましょう。ちょっとチュートリアルはね初めてやるんでね、右下のバーチャルパッドを上下左右にスライドするとその方向に向かってそのボンバーマンが移動します。右の画面の枠内が操作エリア可能エリアです。表示されるアイテムのところまでボンバーマンを移動しましょう。ほうほうほう、なかなか僕の想像していたボンバーマンとは違いますね。フィニッシュ。まあ、チュートリアルなんでね。画面右下のボムに設置タップをすると足元にボムを設置します。移動しながらボムを設置することもできます。ボムを使って全てのソフトブロックを破壊しましょう。なるほど。存在を知っていたんですけどね。ちょっとあんまよくわかんなかったっていうか。ん?ん?おー、危ねえ。危ねえぞ。イェーイ、フィニッシュ。終わり?もうちょっとなんかチュートリアル完了しましたっていうのを見せてほしかったんだけど。一人でバトル、みんなでバトル。これなんか近くにいる友達とっていうか、モバゲーを通じてできるみたいですね。近くのお友達とかで。はい。じゃあ今回は一人でやっていきたいと思います。プレイヤー、超弱い。じゃあバトルスタート。普通が素敵。はい。はい。やっていきます。これが俺か。レディーゴー。まあ最初はブロックを破壊していって。爆弾の数とかはあれなのかな?どうなんだろう。なんか、なあ、大丈夫か。どーん。え?死んだ。マジか。あ、ちょっと距離間違えたな。距離っていうか範囲を。早送りになってるね。ちょっと終わりまで見てみましょう。なんかドットのやつがいいんだけど、おかしくないかなんか。ドット動かないよ、これ。ん?なるほど。ドットは何がしたかったんだろう。あー、これは逃げられないですね。てか爆弾貫通するのかな、ちょっと移動すると。どうなんだろう。あ、2回戦か。なるほど、いいね。壁をね、こうしていかないと。よっ。ダメか。自爆しやがった。いいよ。破壊していくか、どんどん。距離がちょっとわかんないね、よく。どーん。あ、ちょ、移動が速くなったぞ。早い。いいっすね。やばい。あーだミスった。ちょ、操作が難しいですね、なんか。すごい敏感に動くっていうか、すぐ動くから。ドットは何がしたいんだろうね。移動速度がすごい桁違いなんですけど。はい。難しいね、ボンバーマン。自爆しちゃうのがあれだね。わ自爆が多いね、ほんと、皆さん。これは3点選手か。3点取ったら勝ち。まあちょっと今回は僕が1点というか1回勝ったら終わりたいと思います。あんまり2個連続で置くっていうかそういうのは禁物だね。考えてやんないと。置き逃げ。どう?おー、でけえ。
やばいやばいやばい、あぶねあぶね。じゃあこれを使ってみるか。いけ、くらえ。イエーイ、範囲がでかいね。いいよ。んこの手はなんだ。やばいやばいやばい、あぶねえ。やばいやばい、あぶねえあぶねえ。やばいやばいやばい、やばい。なかなかしぶといぞこいつ。いやー、しまったしまった、違う方向行っちゃったな。ちくしょう。なかなかでも面白いな。よっ。よっ。どんどん、まあ、先はブロックを破壊して。早いね、移動が早いね。移動が早くなると難しくなるね。暗い。まあ、1体は倒したよね、1体は。暗い。いやー。いやー惜しい、惜しい、当たんなかった。んー、なかなかしぶといね。くらえ。案外起きるなこいつは。いやー、しまったしまった、俺だけかもしかして。ドットはちょっと意味不明だな、ちょっと。止まったりするし。やばいね。相当下手くそだね、俺は。せめて最後の2人まで残りたいけど。1体は倒したいけど、やっぱ自滅しちゃうね。距離とかちょっと分かって把握しきれてないんだね、やっぱ。で、自爆で終わるんだよ、みんな。自爆エンドはダメだろ。自爆は、よしよし。にょ。にょ。にょ。おっと、これは、これで範囲がでかくなる的な？違うか。やばい。逃げて、逃げて、逃げて。あぶねえ、あぶねえ。あぶねえよ、バカ。違う。あー、やばい。あぶねえ。ちょ、あれだね、なんか。あの、このパッドは操作しづらいな、やっぱ。やーい、やーい。よいしょ。死ね。よっしゃ。足遅くなったんだけど。まあいいや。遅い方がなんか安定するわ。でも。によっ。うおー、でけえ、いいね。よっ、ほっ。暗い。いいっすね。しまった、しまった。ちくしょう。ちくしょう。やめるか。じゃあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。単発なんでね。はい、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。